南海放送、南海放送株式会社、南海放送、南海ブロードキャスチング COLTD は愛媛県を放送対象地域とした中波放送、AM 放送事業とテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は RNB ラジオ開局当初のラジオ南海ブロードキャスチングから、 本社は愛媛県松山市本町一丁目一番地一郵便番号790-85102006年平成18年8月1日本社機能を本町会館通称メディアパーク松山市本町一丁目に移転したこれは地上デジタル放送に対応するための装置でいよし行動山の UHF 送信書が見通せないため 移転せざるを得ななかったことが、大きな理由。開局当時の正木町にあった社屋は、ラジオ単営の前提で作られていたためてゼマである上、テレビ開局時点では送信書を無人化することも、技術的な面で難しかったため、テレビ開局当時は、城山送信書内、松山市にスタジオを構えて放送していた。その後6年間の間に、次々に不便な面が浮き彫りになってきた。 例えば、などといったことが挙げられる。こうした面から、1964年に、松山市道五度今谷に放送会館を移転。本社機能とラジオテレビの拠点を一体化した、その際に、テレビを夜局の無人化も果たす。初代社屋のあった敷地は、現在は、愛媛新聞社に売却されており、愛媛新聞、愛媛電産ビルの一部となっており現存しない。ここは、 松山市正木町とされていたが、建物登記による境界線の変更により、現在の住所表示は松山市大手町一丁目となっている。地上デジタル放送の開始に伴い、それまでアナログ放送を VHF 隊で放送していた南海放送と NHK 松山放送局の松山親局は、地上デジタル放送開始に伴い UHF 隊に移行するため、 アナログ放送時代から UHF 隊で放送していた県内他社産局の親局と同じイオシ行道山に移設することを決定。しかし、トイの社屋からのイオシへ STL 喪失が困難であることが判明。行道山に直接喪失来ないため一度、白山送信所経由で行道山にマイクロ波を送る必要があったが、すでに使用開始から50年近く経過した上山の鉄塔に STL 用のパラボラアンテナを新たに追加するだけの強度はなかっため、さらに40年以上使用した本社も老朽化していた1988年に旧スタジオ根部分に新館などを増築したが、主要業務を行う本館は基本的に1964年当時のままだった。そこで南海放送学園などの文化的活動に使われていた本町会館内部を改築し、 放送業務ができる状態にした上で新本社として、上山アナログ、行動山デジタル、サンパーク内ラジオの各送信所に向けて送信する新体制を敷いた。移転は3段階に分けて実施した。1976年、昭和51年10月、増築用として購入していた、初代社屋跡の隣接する土地へ落成。建物は地上9階、地下1階建て。 文化活動、南海放送学園や菓子ホール、結婚式場などとして活用されいた。前日の通り、地上デジタル放送に対応した全面改修を施すため、2003年3月に鉄塔を増築、2005年11月まで改装工事が進められ、2006年8月に陶器場本社を本庁会館に移転した、テレビは8月6。 ラジオは11月14日から本町会館での放送を開始。これにより、問いまた移転以来42年ぶりに、かつての本社周辺地域に放送拠点が置かれることとなった。落成当時から1階にあるテルスターホールは530平方メートルあり、約550名を収容することができる。他にもスカーレットホールがある。企業、団体は当時の名称。 出展。南海放送ラジオ局では、県内の6つの中波放送局、八幡浜局のみ、コールサインなしの中継局扱いの周波数を 1116KHZ で統一しており、FM 補完中継局においても、県内で同一周波数で放送できるように計画しているが、放送エリアが隣接する2つの送信所から同じ周波数で放送すると、 エリアが重複する地域の電波干渉が発生する可能性がある。そこで、この問題を解決させるために、FM 補完放送本格開局前の2014年8月24日から、伊予市行動山の松山テレビ親局と、新居浜市金子さんの新居浜テレビ中継局の敷地に、FM 同期放送のための実験を開局し、 本放送と同じ 91.7MHz で AM ラジオと同内容の放送を行った。これまで広範囲にわたって親局レベルにおいて同じ周波数で同期放送を行う FM 局は日本では皆無であるため国内初の試みであるとともに周波数の有効活用につなげられるとの期待が寄せられている。その実験の結果目立った。 渾親等の受信障害がなかったため、2015年3月21日に極高制度の同期放送の実施により、新居浜局を開局した。その実験成果をもとにして、大須と川野四国中央市にも同様の中継局を補助金の交付により整備する予定が計画され、2015年12月1日に正式に本放送を開始。川野は、 同局初のワイド FM 専用中継局となった。また、宇和島、八幡浜の漁師のワイド FM 中継局も設置され、2016年3月13日から本放送を開始した。これにより、カバーエリアは、県内の80%以上となった。川の A 局は近接する新浜局との、八幡浜局は宇和島、大須の2局との距離の兼ね合いから、新浜、松山、大須 宇和島で統一された周波数 91.7MHz とは違う 91.2MHz で創出を行っている。2018年8月1日には野村局が周波数 91.7MHz で開局した。同局はもともと西洋市野村町を中心としたエリアの南朝市解消を理由に2018年内開局予定で準備を進めていたが、 平成30年7月豪雨、西日本豪雨によりこのエリアが甚大な被害を受け、情報入手が困難となってしまった。このため、ラジオでの情報伝達を行えるよう南海放送が、四国総合通信局に早期開局を、要、通信局が臨機の措置として7月31日付で免許を交付したことにより繰り上げ開局が実現したものである。なお、 被災地向け放送局としての役目を終えた後も、そのまま本来の目的である難聴取解消のための保管局として運用が継続されることになっている。なお、中継局は概ね松山道園線において安定した受信ができるように一局されている。自社制作ラジオ番組は主に本社2階のフロアで制作、送り出されている。 以上のスタジオからの放送では、スタジオ内にハイビジョンカメラが設置されており、テレビ同時放送番組や CATVWIT、IP で映像付きで視聴可能。放送時間は2017年、平成29年4月時点のもの。問いまたの旧社屋時代には、盆用スタジオである通称、コアスタジオと報道スタジオを設けていたが、本町開館移転後は、 すべての実写制作番組のスタジオ、報道スタジオに集約し、2017年現在は CH4 及び何回ニュース等のスポットニュース用のセット、サタデリ用のセット、もぎ立てテレビ用のセットが設けられている。1970年は20時からの飛び乗りで、1981年は全編フルネットで放送した。は愛媛県。 文語水道を挟んだ、大分県の広い地域、国崎半島や別府市、瀬戸内海を挟んだ対岸の山口県岩国市や、広島県呉島で電波が届く。概要、リモコンキー ID4、2 0 1一年、平成二十三年七月二十四日、終了時点下市長区域は、愛媛県、山口県岩国市、柳井市、相訪大島島東南東部、広島県20日市市、 呉市、尾小野道市因島等の瀬戸内海沿岸部、高知県すくも市の一部、大分県東部沿岸部、宮崎県北部沿岸部で視聴可能であった。概要。概要。概要は、イフへ移行した番組。は、RNB で打ち切られたものの、後に、イフで再開した番組。他多数、ヒネットでも制作協力に関わっていた番組あり。 は、イートへ移行された番組は、RNB で打ち切られたものの、イートで再開した番組、ほか、テレビ愛媛開局までほか、ほか、ほか、以下のケーブルテレビではテレビが再送信されている。かつては、大分県内のケーブル局でも広く再送信されていたが、現在は、福岡県の FBS 福岡放送にすべて切り替えられた。 したがって、テレビ愛媛と共に、大分県内のケーブル局から在与局は消滅した。子会社、RNB コーポレーション所属の契約アナウンサーも、含む、2012年、開局60周年記念事業として、南海放送制作、著作による、ドキュメンタリー映画、放射線を浴びた、X 年後、放射線を浴びた、X 年後、伊藤秀夫監督、 ウッキープロダクション制作が公開された。NNN ドキュメント12で同年1月29日に放送された番組放射線を浴びた X 年後に新たな映像を加え映画化したもの。1954年のビキニ干渉における水爆実験で第五福竜丸と同様に被爆しながらほとんど関心が寄せられることのなかった戦績以上の 被爆漁船について調査する高知県の高校教師と生徒たちの地道などを追い、被爆した船員らのその後や日米両国にまたがる秘密の存在、日本本土への放射能汚染の実態などを浮き彫りにしていく。映画の上映を含む太平洋各実験被害の真実を伝える報道活動により、南海放送は第50回ギャラクシー小報道活動部門大賞。 2013年日本民間放送連盟賞最優秀賞を受賞した。2015年続編となる放射線を浴びた X 年後に放射線を浴びた X 年後2が公開された。いずれもハイビジョンカメラを設置、以前設置してあった場所、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。